入れてください。これ大丈夫。サザエはどうぞ取ってください。やっぱ何火通さなか。そうですね。お店からはもう火を通して食べてください。そういうこと。こうやってやっとったけど。大きいよ。入れて。ベタベタじゃん。だってしょうがないじゃん。やだ。安定したところでやったら、あ、だけど開いた。お、でよ、貝柱取れたってこと。あ、ゴシゴシしないと、貝柱を。見えてる？うん、暗いけど。あ、いいじゃん。おー、綺麗に取れたな、これ。おー、うまいじゃん。うまい、うまいよ。うまい、うまい。で、これ洗わない？上出来。砂じゃないか。これも食べる。これ取ったらいいんじゃないの？包丁で。だからこの上でやった方がいい。安定したところ。それか普通の包丁でやったら無理。
おお。はい、お皿で使える。うん。はい、これ取れたやつだね。で、これを湯がいて、それでこれで、ポリ。みたそりね。うん。で、これを切って。切る。うん。あ、これもついでにもう。あ、ま、あ。湯がいててるか。あ、うん、うん。キッキッ出して。で、これを。ちっちゃくなっちゃった。うん。こっちも。これはいらん。いいもんよ。うん。切って。拭いて。何で食べるの？ポン酢でネギ切っておこう、はい、さっきの岩がきこれ今から食べたいと思います。これ焼津で買ってきたの。違う。ひげの兄貴。ひげの兄貴のところで買った。全部行く？いやいや。こっちに歩いてこうかな。これは北海道の。なんていうの、神の酒。うん。これはご飯に合うな。メロン。あ、うん。この深夜のトラックの深夜割を使うために、俺は見たく。その間に入ってるやさ、何時だったっけ、1時からだったか、4時だったけど、高速に乗っとればその間、割引が適用になるっていうのが、各所であるので。ご視聴ありがとうございました。